制されてしまうことがね、いや多いので、高いバウンドはショート一塁は際どいタイミングでしたが、ここは速いボールで勝負に来ました。ストレート見逃しの三振です。初球三中間方向、打球が伸びて伸びて伸びて、しかしここはウォーニングとなくていっぱいのところでした。打ち返したところはセカンドゴロ、この先さばいて左中間方向はレフト、ここは回り込んで足が止まりそうです。ショート、ここは現代の打球でした。一塁に送るドーンゲン、初球センター下がって、ここは最後はこちらの木下でした。ここは打たされる形になりました。サードショート、ショートに任せます。最後は残してきました。うまく打っていきましたがファーストゴロ、最後はタイミング外されました。外側のフォークボール、初球打ち、ファーストがここはグラブにしっかりと収めていました。センター方向、しかしここはセカンドのグラブの中でした。この先抜けたかなと思いましたが、グラブいっぱいに伸ばしていました。ダイレクトキャッチ。あ、そうですね、こうやってはい、どうぞ。センター方向、来てここはライトですね。ライト前に出てきて、昼間ようやくここで刺す。レフト方向は高く上がって、レフト鈴木翔平、ここはライト。センター方向、ショート回り込んで、ここは源田のプレー。今度は内側食い込んでくるボールはショートかレフトか、ショート源田掴んでいる。最後は半身の体勢でちょっと小さくジャンプをしながらもらってを上げて、高橋光成も喜んでいます。2アウトです。2番の飛び方、この回はいずれも源田のところにボールが飛んでいます。2番の飛び方もショートゴロ、そこなんとかバットに当ててというところでしたが、ピッチャー高橋光成です、ね、なんとかバットに当てましたがセカンド回り込んでいます。この回ですね、イーグルスこの回満塁のチャンスを作りましたが、引っ張った当たりはサードゴロ。初球打ちは打ち上げました。インフィールドフライ、ここは先発狙っていった。センターバックしてバックして、もう一伸びというところでした。センター岸のグラブの中。